はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。では今回は、テドのユーザーをバブキとヤマトの氷リベンジ試行錯誤会、続きをやっていきたいと思います。まあ、続きというかね、やり直しというか、まあ、まさにお話した通り試行錯誤会になってしまうんですが、投入する艦隊は前回前々回というか、まあ、これまでしばらくやってきた艦隊編成と同じでいきます。第一艦隊、ヤマト率いる第一艦隊、あとは第3艦隊ですね。ここは従順の艦隊になっています。さらに第4艦隊からは戦艦ハルナ、航空戦艦のヒューガ伊勢に正規空母2隻、天城葛城、さらに従順青葉を擁する、第4艦隊、この第1第3第4艦隊を投入していきます。で、戦闘画面では第1第3第4艦隊となってるんですけども、上から第1第2第3というふうに呼称させていただきます。投入する場所なんですけども、これも同じです。第1、第2、第3という形で配備を行っていきます。で、夜明けとともに突入、これも前回と同じになるんですけども、夜明けとともに海域に入っていって、ゆっくりなんかもしくは現状維持を行ってですね、夕暮れあたりに敵と海敵して、敵の航空戦力が出てくる前に一気に敵の艦隊を潰すという作戦になります。なので夜明けとともに出撃です。で、今までと大きく変える点としてはですね、まずヤマトは、まあ、ちょっと残念ながらというか、やっぱり待機させます。了解。ただ空母は今回も、突入させる。まあ、なぜなら空母の戦力を使わないとですね、やっぱり敵の艦隊潰せないと。で、夜になったら、離脱させます。で、夜になる前に一撃だけでもいいので、空母による攻撃を仕掛けようじゃないかと。いうふうに思ってます。では、時間を進めていきましょう。で、もちろんね、索敵は飛ばします。どこに、誰がいるのかというのはね、押さえておきたいので。今、偵察機を飛ばしたところになりますね。敵の艦隊の位置を正確につかみたいので。さあ、敵艦隊発見。我々も発見される恐れがある場所だな。ここに敵の艦隊、これは1個艦隊と見て良さそうですね。各艦隊急いで画面マップ右上に退避を行っていきましょう。発見されたくないですからね。さあ、敵の方は直縁が出てきて、正規空母2、軽空母1、うん、軽空母2ですね。偵察機が直縁に追い回されてるな、これ。なんとか無事に帰ってきてほしいけど。ただ、あんまり追い回されてね、こちらの場所が割れるのも避けてほしいんで。偵察機もね、苦労が絶えない。まずここに敵の1個艦隊がいるのは確定ですね。南の海域に敵の艦隊がいるのかいないのかというのもちょっと確認を定期的に行っておきましょう。ヤマトが撃沈されるとそこでゲームオーバーになるので、まあ、そうならないようにだけはね、気をつけます。12時ぐらいになったら、画面のね、右下、今8時、ホニャララフンって出てますけども、これが12時ぐらいになったら艦隊をゆっくり南下させていきます。偵察機をひたすら飛ばして索敵を行います。まあ、旧日本海軍、索敵が微妙だった説が濃厚ですけどね。あらゆる観点で、ミッドウェーしかり、その他の海戦しかり。
敵の偵察機に発見はされてないでいいよね。大丈夫だよね。発見されるなよ。偵察機が来たら潰せよ。発見されたね。これは敵の偵察機に発見されましたね。発見されてしまったか。青が敵の偵察機です。敵の偵察機がどこに戻ってったかっていうのもね、結構重要な敵の位置を探る上でのヒントにはなりますので、そのあたりを探りながら、では予定通り艦隊を進めていきます。ゆっくりゆっくり南下させていきますね。敵を発見したら先制攻撃をして、空母は離脱。敵の偵察機がここにいます。敵艦発見の報告、これ空母からの艦載機の攻撃レンジ外だな。まだもうちょっと接近する必要があるが、時間が1時少し早いな。とはいえもう戻れないので、このまま戦闘に突入しましょう。敵の空母の場所を見つけろ。空母を見つけたら空母を沈める。敵の空母ランドルフに攻撃を定めていきます。で、このまま行くとですね、一回敵の攻撃を受け止めなきゃいけなくなるので、空母は一回攻撃を行った後離脱しましょう。空母はヤマトの元へ離脱。航空攻撃は行うので、航空攻撃を行った後離脱です。で、偵察機飛ばせるのは飛ばしておきたい。敵の艦隊がね、集まってくる前にまずこの、艦隊、敵のね艦隊を潰しておきたいので、偵察機で敵の動向を探っていきましょう。さあ、味方から攻撃隊出撃です。いやー、敵ももう上空に直煙が舞ってるね。この直煙の攻撃をね、まあ防御をね、なんとか振り切ってランドルフだけでもいいから撃沈してほしいな。どうしたんだ何もせずに帰るのか。爆撃機が爆弾落とさずに帰るとかありえんだろう。マジですかい。一撃も加えずに去っていくのか。距離がもうちょっと足りなかったんだな。まあここは反省点ですね。大きな。さあ、では各艦隊突入を開始していきます。第一艦隊から、速度を上げて突入。第2艦隊、第3艦隊も同じく速度を上げて現場海域へと突入を果たしていきます。合わせて、航空隊による索敵も継続します。
おそらくこの辺りにね敵の艦隊がいて今集結するんじゃないかなと思うんで、その前にできるだけ敵の艦隊潰したいですからね。あとはもう雨頼みだな。さてと、ここは第一艦隊、うまくはまってくれよ。で、一応ですね、ダメ元で航空隊出れないかどうかを確認しましょう。距離的にどうなんだいというのはありますけどね。了解。で、第一艦隊は敵の艦隊に雷撃戦を行っていきます。ここにも敵の艦隊がいるね。偵察機が発見してますね。うお、攻撃隊が出てきている。敵の艦隊はやるな。了解。ちょっと残念な第一波攻撃になりましたからね、味方の航空隊からの攻撃は。あそこがハマってくれればね、了解、敵の正規空母一隻でもいいので撃沈できればちょっとは変わったのかなと思うんですけど、敵のまず攻撃隊だ。これうまくかわせよ。うまーくかわしてね。ちょっと見てられないので、先に我々も攻撃を行っていきましょう。いや、矢作がいきなり敵の砲撃食らってるな。了解。了解。さあ、ちょっと時間止めて確認する。損害状況を確認します。第三艦隊からは春菜がちょっと攻撃を受けちゃったんだな。まあ、ただ、ここは我慢して、敵の空母艦隊に突入を果たしましょう。この戦い方がね、本当にグッドなのかっていうのはちょっと疑問あるよね。了解。敵の護衛艦の攻撃をもろに受けるんで、まあ、ちょっと微妙だとは思うんですが、まあ、ただ耐えましょう。了解。了解。春菜が大破だろうな。了解。なんとか持ちこたえてくれ。その中で撃って撃って撃ちまくる。撃って撃って撃ちまくるぞ。さあ、敵の空母撃沈してる。悪くない状況だな。この敵の艦隊を壊滅させればいいからね、一個艦隊をまず。敵の軽空母、インディペンデンスを撃沈。さて、こっからですね。どうする？おそらく敵の艦隊一つここにいますね。沖縄本島の近く。さらに、インディペンデンス撃沈したこの艦隊のさらに南部にも敵の艦隊がいると思われます。なので、この二個艦隊、敵の二個艦隊をまず壊滅させることを、最優先にしていきましょう。で、第一艦隊。ここは、もう一発、撃ちましょう。で、そのまま敵の南側の艦隊へと向かう。了解。で、第二艦隊は、攻撃戦を展開していきましょう。了解。第三艦隊はこのまま敵の艦隊に、まさに、突入。了解。さらに、偵察機も飛ばします。まあ、ちょっと時間的にね、偵察機が飛んでられる時間がかなり短そうなので、微妙な状況になるかなとは思うんですが、まずは敵の空母艦隊を撃滅するところから始めていきます。
見ている。矢作をよくやってくれた。さあ一回ライトをつけて敵の艦隊の位置を探りましょう。さあここちょっと緊張だな。緊張するね。この一瞬は本当に第三艦隊が敵の空母を仕留めておかないといけないね。艦がやられ始めてる。近すぎるんだな。戦艦とまともに打ち合って勝ち目はないですからね。さすがに。ちょっと確認するよ。慶順一隻が撃沈されてるな。さて敵の爆撃機も飛んでいるものの夜なので言うほどの損害はないかな。第一艦隊がどこまで粘れるかだな。第二艦隊はちょっと進路を変えておきます。で第三艦隊はこのまま航空攻撃に耐えながら敵の艦隊を沈めていく。空母に攻撃を集中しましょう。駆逐艦の損害が激しすぎるな。どうする？第一艦隊の水雷戦がハマってないな。1個目の敵艦隊に対してはねかなりハマったかなって感じがあったんですけど、ここな一斉回答してもあまり意味がないから、このまま航路を保ちつつあれするしかないな。さあどうなっている。ハルナはもう座礁したな、完全に。撃て！了解！了解！撃て！駆逐艦沈没！了解！巡洋艦沈没！了解！いやーまともにガチンコで殴り合っても勝ち目がないのか本当に。まだね、艦隊先に出すのは早いので耐えましょう。ここは耐えるしかない。ハルナが座礁してるのがちょっと痛いな。それにしても、さあ第2艦隊がほぼ壊滅している状態なので第2艦隊をねなんとか救ってあげたいんですけど、第2艦隊攻めてそれがダメなら敵を一隻でも多く沈めてから散ってもらおう。
ヨークタウン撃沈。敵空母ヨークタウン撃沈してます。いやー、厳しい戦いだなー。ちょっと味方の損害状況をそろそろ確認していきますか。まず第一艦隊。駆逐艦4隻が残ってますね。ここはもう魚雷を全部撃ってから散ってもらおう。まあ、散ってもらうのが前提の話になってますけど。第二艦隊は従順2隻だけしか残ってないね。これも、魚雷を撃ってから。第三艦隊は従順1隻に、航空戦艦2隻。ですね。ここも敵の空母をもう1隻仕留めてから戦いましょうか。で、無傷のヤマト以下空母3隻。これを移動開始しておきます。さて、そろそろそしたら、次の敵の艦隊の動きに合わせますか？あとは、もう使い物にならなくなってる敵の空母は無視する。これ、ワスプはもう甲板大破してるよね。ランドルフも甲板大破。なので、この艦隊はもう事実上空母を失ったと言っていいと思います。ハンコック、これも甲板大破してるね。バンガーヒルは、甲板中破なので、まだ多分戦闘に耐えうる状態です。で、これが以上かな、敵の艦隊。バターン、軽空母。これもまだ残ってるね。となると、敵の当面の目標、バンガヒル。あとは、このバターン。この2隻に攻撃を集中して、敵の空母の、運用を終わらせましょう。空母を使えなくすると。いう作戦ですね。で、敵の最後の艦隊に向けて進路を取ります。苦しい戦いですけどね。よし、バンガーヒルも甲板大破させたね。そうなると、あとは、バターンを攻撃、砲撃戦しつつ、敵の最後の艦隊に向けて、進撃していきましょう。と言っても、味方の艦隊、全部合わせても、一個艦隊、敵の一個艦隊に劣る戦力しかないので、まあ、苦しいですけどね。第二艦隊はもう一個しか、まあ、従順一隻高砂だけになりました。ただ、空母がね、無傷ではあるので、これが唯一の救いかな。あとは戦艦ハルナがね、座礁してしまってるので、このハルナに向かって敵が攻撃を集中してくれたりすれば、一回二回はね、敵の航空攻撃を退けられるんじゃないかな、という気もします。第二艦隊が壊滅ですね。いや、ここで敵艦に逃げられると追うだけの速力がもう出ないからね。味方の方は。いやー、逃げられると追えないよな。残念ながら。
第一艦隊もいつの間にか壊滅してるな。戦艦異性は機関喪失ですね。もう身動き取れなくなってる。ここまでなのか。まあ、ヤマトいいか空母が残ってるとはいえ、ちょっと厳しい戦いになってきたな。しょうがない、突入しましょう基地に。まあ、コロー艦の青葉が撃沈されましたね。航空戦艦がどこまで耐えられるかだなぁ。とはじゃあもう了解。いや見てられないわ。まあ、おそらく敵の航空基地だけを潰すんだったら、敵の艦隊の位置がね、この沖縄本島のマップでいう右側に集中していて、雨とか、まあ、晴れとか、天候がうまい具合にはまれば、全艦隊、全攻撃機を敵の航空基地に向ければ、クリアはできるんですよ。ただ、敵の艦隊が、健在の状態でそれをやっても、その後がね、続かないっていうのが過去の、プレイで分かっているので、ちょっとそういうことは、まあ、できないよねっていうので、まあ、今回はね、ちょっとこういう戦い方で敵の艦隊をまず潰そうというやり方をしてるんですけど、まあ、厳しいね。了解。じゃあ、ここから時間を早めていきます。いや、航空戦艦、伊勢、粘ってるな。こんだけ敵の攻撃にさらされてなお、耐えてるからね。日没、うん、日の出までもうちょっとなんで、日の出を迎えたら、うわ、日の出とともに沈んでいった。まあ、よくやってくれたよ。敵の航空基地発見できなかった？今ので。今の航空索敵で見つけられなかったか。敵の攻撃機に見つかったな。見つかった以上もうヤマトを残しておいてもしょうがないので、まあまさに突入ですね。まあただ敵の艦隊の位置は遠ざけてあるので、まあ多少ね敵の艦隊からの、まあ、空母要する機動部隊1個は健在なので、その機動部隊からの攻撃は退けられるんじゃないかなとは思います。今回も結局雨降らずだったね。
ヤマトが敵の航空攻撃にさらされてるな。ここでヤマトが機関喪失か。いや、ヤマトこんだけ攻撃さらされてもね、よく耐えましたよね。敵の基地は半壊一つ、あと、ま、攻撃をちょっと加えたかなっていうのが一個で、まあ、残念ながら今回も攻略ならずでしたね。戦果を確認しておきます。まず敵の艦隊からなんですが、第二艦隊、空母3隻、2隻撃沈。エンタープライズとインディペンデンスを撃沈してます。さらに、ワスプ、ラトルフは大破。一方、第三艦隊の方からは、SX、これ撃沈してます。で、バンガーヒル、ハンコック、バターンは健在。ヨークタウンを撃沈したという情報があったと思うんですが、ヨークタウンが撃沈してないね。で、敵の第一艦隊は全て健在ですね。正規空母、軽空母ともに健在。味方の方は、劉邦、さらに、天城が残っていますが、それ以外は全滅です。ちょっと戦略を練り直した方がいいのかな。あくまでも今って、この沖縄戦を、敵の艦隊を叩いて、干渉するっていうのが、まあ一つの、プランなわけなんですけど、まあそれがちょっと今難しくなっているのかなと思ってるんですね。まあここまで何回か試行錯誤会をしてきたものの、敵の艦隊と敵の基地両方潰すのはもう難しいなというのが、まあある意味身に染みてきているので、一回敵の艦隊は無視して航空基地だけを徹底的に攻撃するということをちょっとやってみてですね、沖縄をまずは奪還する。で、その後、沖縄周辺の防御を固めて、戦艦とかね、艦隊とか、潜水艦とか、まあそういったものを、なんとかね、戦える状態に持っていって、反攻作戦を行うと。まあただこれはな、前にもやってるんでね、その時には、やっぱり自利品に追い込まれてしまった敵の大艦隊が、波状攻撃を仕掛けてくると、まあ持たないというのが分かったので、それをまたやるんですかというところですよね。ちょっと考えておきたいと思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。